これものすごいですよ。めちゃくちゃ美味しい。また初回のりなちゃんの顔が多分もう一回見れるような気はしてます。あれはなかなか美味しかったですよ。でしょう。楽しみにしておきます。はい。ワインマフィアチャンネル三つのぶまさひろです。天野りなです。今日は、はい、前回ねおすすめさせてもらったカリフォルニア州の白ワインの、はい、いたでしょ、もうコストパフォーマンスのいいワインを生み出すのはもうここやっていうのがあって、うんうん、で今回はちょっと2000円台で探してたんですけど、次はこれちょっとそれ撮ってくれる。この辺ゆらゆらしてる。すごいでしょこれ。あ、これ見てこれ、これ実はね、コストコで売ってるの、コストコで。で、しかも、オープナーついてて、あの、スクリューキャップ切るラベルカッターもあって、まあ、これが注ぎ口に。これあったらワイン飲みたくなるから。やっぱね、手軽に開けれるとね、ちょっと取ってと。で、これをもう、セットするだけ多分、ガチャッとして、押してください。合ってます？りなちゃん。はい。りなちゃん。はい。あれ、この、え、で、で。ごめん。もう電池切れ。電池が。このタイミングで？こんなことある？ということで。それ本物やったらどうなるんですか？本当やったら、ブーってこのボタンを下に押して、で、グーグーってなったら、次上を押すと一緒にコルクが出てくる。へー。もう女性の方は、これまたちょっと、すみません。すまん。あるこんなこと。充電してん。あ、焼ける？じゃあ、いつも綺麗には開けれないんです。ちょっと見せて。そう、成功する確率が少ない。歪むのが怖いんですよね。いいぜ、うん、おいいぜ、いいぜ。これぐらいですか、はい、で、こうですね。いいね。うわ、飲み慣れてるわ、もう。で、こうです。だいたいわかるもん。ほんでほんで、ほんでほんで。うん。嫌でしょ、なんか同じキャラが2人いたら嫌でしょ。せやな、あかんか。もう持ってかれんの分かってるし。これでも本当にいいと思うよ。2000台もこれで。うん。ボーグル。久々の赤。ああ、ごめん。まだ次も赤。頑張るわ。ブドウはね、ジーン・ファンデルっていうブドウです。ジーン・ファンデル。ジーン・ファンデル。初めて聞いた。結構ね、カリフォルニアで多いブドウなんだけど、結構カベルネ近くて、結構スパイシーで果実にあるタイプ。じゃあ乾杯。やるでしょ。うん、おいしい。おいしいよ、これ。こういうこと。あ、おいしい。こういうこと、こういうこと。スパイシー。ちょっとスパイシーでしょ。ちょっと胡椒と。あ、胡椒。うん、黒胡椒。胡椒います。胡椒。胡椒持ったちっちゃいおじさんおるやん。ちっちゃいこうキャラ走ってほしいね。黒胡椒のちっちゃいおじさん。三つの山さんのミニキャラみたいなんですけど。うん、おいしい。シャセやな、ね、赤もいいね。おいしい。おいしい。そのうっとりするソムリエっているん？うっとりするソムリエ、うん、飲んでる時にですか？ちゃう、もうリスト持ってくる時からちゃう。もう、もう、うみたいな。ほんで、こんなんして持ってけへんよ、そら。ちゃんとこうナプキン置いて、こう持って、こちらでよろしかったでしょうか、ちょっと。こう、抜栓の時からもう指が長いんよ、その
女性を触るようにワインを触るの。全然変な意味じゃなくて、そんぐらい鮮やかや。しかも、あ、もう抜かされたぐらいの、すごいよ、本当に。グラスもさ、こうやって持つ。こう。すごい。こうもう、入れるときこうやってこう、バーってこう。聞いたの、ね。なんでそんな持ち方するんですかって言ったら、こうの方がお客さん見たときに綺麗でしょって。なるほど。そこまで考えてる、ソムリエさんって。で、真似して、お客さんの前でこうしたら、水野君、ちょっと気持ち悪いって言われて、長さがちゃうからさ、もう俺豚の手みたいな、こんな感じになっちゃうからさ、もう。だからやっぱりその人の、まあ、お客さんってやっぱりスマートな人が多かった。やっぱ、イエーイみたいな人おれへん。やっぱりもうシュッと。だからいつかね、そういう的なソムリエさんも紹介したいし、はい、ここでその手さばきとやらを見てもらいましょう、皆さんに。なるほど。でも君の専属ソムリエは僕やから。それだけもう一回言っとくけど。ああ、はい。ああって。ああ、はい、はい。でしょ。そうですよね。これはちっちゃい。はい。今日はね、青空の中、はい、撮りましたけど。めっちゃお外良かったです。またいろいろこんな場所で撮ってみましたみたいなをやっていけたらね。いいと思うので、はい、じゃあね。じゃあね。Facebook でワインマフィアオンラインというコミュニティもやってるので、ぜひ参加していただきたいです。概要欄からアクセスしてください。チャンネルで紹介したワインはご購入も可能です。もれなくひなちゃんが一緒についてきます。女性の方は僕がついてきます。買わないです。ワインのイベントの告知も随時行っていきたいと思いますので、はい、ワインご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。